はいどうも白熊先生です、えー、僕はですね、普段教育界で働いていて、子供たちに勉強を教えているわけなんですけども、このチャンネルはそんな僕がですね、気になるニュースについて解説、考察していくっていうね、チャンネルとなっております。よかったらラジオ的な感覚でお楽しみください。えー、今回取り上げたいニュースは何かっていうとですね、まあ、誰もが知るですね国民的名作ドラマとですね、えー、その中にいた俳優さんがですね、なんと松本人志さんのですね性加害告発についてですね、まあ、いわゆるコメントをしているわけなんですね。はい。で、いわゆるですね、彼、彼女が語っていることは何かって うと業界の闇だったりとかそしてですねそのコメンテーターをしている芸能人たちについてのですね闇なんですねはいこの辺についてしっかり語っているので今回はですねその辺について話していきながらかつですねあと上沼恵美子さんのですね芸能人コメンテーターたちに対するぶった切りが非常に気持ちいいので、まあ、この辺もですね補足として合わせてお伝えできたらなというふうに思っております、えー、まずなんですけども 今回のですね、松本人志さんの性加外告発でですねえ、僕はですね、ほとほとがっかりしたのが芸能人コメンテーターの存在なわけなんですよね。はい。というか、多分芸能人コメンテーターについて今回すごいがっかりした人って本当に多いんじゃないかなっていうふうに思います。という何かっていうと、彼らがですね、みんな口を揃えてですね、松本さんが相手だからって言って何もコメントしないわけなんですよね。うん。いや、何かコメントはしているんですけども、結局何も言ってないも同然、みたいなことを言うわけなんですね。つまり、大概みんながほぼ100%の人たちが言うのが、 まだどちらが真実かわからないので何も言いようがないから見守りたいですっていうですね何も言ってないも同然なこと言うわけですよね一体いくらくらいのギャラをもらってあそこに座ってるか分かりませんけどもまあ人並み以上のお金もらってるわけじゃないですかねにもかかわらず何も言わないって何なのって話ですよねでその結果そのねワイドナショー松本さんがやっていた番組ですねあそこの番組が ね、年内初放送でですね、その件について触れたんですけども、結局誰も何も言ってないも同然、最終的には週刊文春はどうなんだっていうですね、その怒りのここ先をですね、変えることによってですね、その場を濁す、茶を濁すようなことをして、すごく炎上したりとかしていました。はい。だから逆に言うとですね、今このタイミングで、トレンドとかに上がるですね、コメンテーターの方っていうのは、すごい評価される方と、そうでない方でですね、はっきりと分かれてますね。例えば、安藤優子さんがコメン、ね、トレンドに上がったのをですね、安藤優子さんが何も言ってなかったからだし、逆に鈴木紗理奈さんがですね、トレンドに上がったのは、 鈴木,鈴木さんんんちゃとと言っっってててくれてるってことでったんでたすよね、うん、一応ですね、僕が今のところ確認してる中では、あの、爆笑問題の大田光さんとか、あと上沼恵美子さんとか、鈴木紗理奈さんとか、そのあたりの人たちが評価されてるなっていう感じですね。はい。ちなみになんですけども、えー、松本さんのですね、右腕とも言っていいくらいのレベルでですね、仲のいいですね、千原ジュニアさんいらっしゃるじゃないですか。彼は a b マ t v の方でですね、ニュース番組をやってるんですけども、この件についてはほとんど何もコメントしませんでした。はい。普段は誰か一般人が殺人を犯したとかね、何か事件を、事件を したって時はですねめちゃくちゃですね顔を歪ませてですね嫌なコメントをするの嫌なっていう画面ですかね批判的なコメントをするのに今回の件については何も触れませんでしたはいだから、えー、まあ今回の件でだから言ってみたらですね その信用できる芸能コメンテーターとそうじゃない芸能コメンテーターの違いが明確に現れた事件なんじゃないかなっていうふうに思います。そしてまさにですね、その芸能界そしてコメンテーターの闇を語ってるのがある俳優なんですね。まあ元俳優さんか。はい。これ何かっていうとですね、TBS 系でですね、昔放送されていて誰もが知ってるドラマ皆さん覚えてますかね天まで届けですよ皆さんね。天まで届け。ね。これってどれくらいやったんですかねなんか、1、2、3、4とか,なんかすごい長く続いてたイメージがありますよね。いわゆるその大家族ね、ドラマっていう感じですよね。はい。 でこの天まで届けにですね当時出演していたですね、えー、その若林翔子さんという女性がいらっしゃるんですけどもこの方はですね、えー、もうね俳優を辞めてらっしゃるわけなんですよね。うん、で俳優を辞めてらっしゃるからこそ、まあ、今だからこそ言える話をですね今回 X でですねツイートしているわけなんですよね。うん で、彼女はもともとですね、1984年に芸能界入りしてですね、多数のドラマや映画に出演しました。そして、1991年から1999年、8年も放送されていたんですね。県まで届けシリーズの長女の役でですね、人気を博したわけなんですよね、うん。だからこれが特に彼女の代表作っていう感じだと思います。まあ、しかし彼女はですね、2009年に芸能界を引退していたわけなんですよね。はい。 でそこでですねじゃあ彼女がですね今、何を語ったのかっていう話なんですけどもはいいこのように語っていますね、えー、主演の俳優さんから食事に誘われたら断っていました翌日の撮影や数年後にスタジオで会うと無視されました主演の俳優さんが無視するならとほかの、えー、演者やスタッフさんからも無視されるという連鎖が起こるのは確かにありますというふうに主張しているわけなんですね。うん すごいですね。はい。まあ、だから主演の俳優さんってあるから、つまり男性からなんでしょうね。はい。関係を持とうとして男性から誘われたんだけど、それを断って、やんわり断ったと。そしたら、えー、俳優さんや周りの人たちみんなから無視されたと。はい。 すごい話ですよね、うん。大人がすることかっていうね、無視っていうね。はい。で、さらにですね、こんな意味深なことも言ってます。まあ、私もいろんなことは知っていますが、えー、噂話の場合はあくまで噂ですからお話はできないですよね。というふうに言うんですね。はい。実に意味深なコメントですね。いろんなことは私も知ってますが、っていうんですね。はい。えー、役者やタレントがコメンテーターとかをやっている今の時代、本当のことなんか誰も話さないよね。えー、自分が干されてしまいますからね。というふうに言ってるんですね。うん。 すすごいですねこれね。<laughs> 俳優やタレントがコメンテーターをやってる今の時代本当のことなんて誰も話さないよね。自分が干されてしまいますからね。と。はい はい。というこというわけですね。うん。で、また、このでタイミングでこれを言うっていうのは、完全にですね、松本人志さんの件で言ってるってことがよくわかりますよね。実際ですね、このツイートをですね、したのはですね、2024年の1月14日なんですね。ちなみに1月14日っていうのは、ワイドナショーだったりとか、さっき言ったサンジャポというですね、大田光さんの番組やった日ですね。はい。大きくですね、まあ、その、いろんな、えー、報道番組といいますか、ニュース番組で、松本さんの件が取り上げられた時にですね、まさにこのタイミングで、この方もおっしゃってるわけなんですよね。うん。まあ、さすがにね、 さすがにさ若林さんもいやたまたまタイミングが重なっただけですよっていうのはねそれはちょっと言い訳として苦しいんでまあおそらくそういうことを言ってるわけですよ、うん、そういうことをねはいあなたもいろんなこと知ってるよねコメンテーターの皆さんとねでも言えないよねわかるよねということをね、えー、言ってるわけなんですねうん。 で、さらにですね、こんなことも言ってますね。当時のですね、担当マネージャーからですね、撮影でですね、期待衣装について聞かれたためですね、あるファッションブランドのですね、ワンピースをですね、指定したらしいんですね。しかしですね、現場にね、用意されていたのはですね、全然違う服だったらしいんですよね。はい。で、えー、それでですね、これなんでかっていうと、実はただ間違えたんじゃなくてですね、実はですね、私に嫌がらせをしてくる人だったっていう話をしてるわけなんですね。はい。いわゆるそのマネージャーさんから嫌われてしまうと、こんな目にも合ってしまいますよっていうですね。はい。ちなみに若林 さんはですねその際の撮影のですね、えー、そのファッション誌のですね写真もね載せていますね、当時のもう何十年も前の写真なんですけど、それを載せていて、今、この服、このね、ファッション誌の中では私はこういう格好をしてますけども、本当はこういう格好をしたかったんですよ、でも私はマネージャーに嫌られていたから、こんなね被害を指定されていたんですよというねことを言ってるわけなんですね。はい、まあ、こんな感じで,で、すね、えー、若林さんが当時の思いだったりとか、ね今の芸能界芸能コメンテーターたちの闇をですね暴露してるっていう感じとなっております。はい で、ついでにですね、もう1個、これね、ぜひご紹介しておきたいのが上沼恵美子さんのですね、ラジオで語った一言なんですよね。まあ、上沼さんはですね、松本さんに関してですね、自身のやっている釘付けという番組で時間を割いてですね、愛とね、えー、愛のある説教をしていたわけなんですけどもそれ以外にも実はですね、えー、そのラジオの方でも吠えています。で、ラジオの方で吠えている理由は何かっていうとです、ね、主にですね、芸能コメンテーターについてなんですよね。うん はい。釘付けでは松本さん。えー、ラジオの方では芸能コメンテーターさんに言ってると。はい。で、これ何て言ってるかですね。ちょっとそのまま言いますね。えー、まだ何もわかってないからコメントできませんは誰でも言えるねん。それは法律家が言うことで、それをコメントするのがコメンテーターやねん。それなら叩かれるのが嫌なんで意見言いません。黙っときます。ずるいんですよ。僕はって言うた方がええやん。わかってないのは当たり前。その上でギャラもらってテレビに出てるんやから、少しは自分の思いを言わんと。叩かれるのが嫌なのよ。私だって嫌なんやで。でも使命だと思って、プロだと思って何か述べるべき。 そういう人たちが松本さんを擁護してるってほん,、まえー、ほんまに思います私は建前で物を言ってるだけに見えるという風うに苦言を呈したわけなんですね。うん。いやーすごいですね、本当に。こんな、もう本当に芯ついたことバッチリ言っちゃいましたね、これね。うん。 いや、そうなんですよ。確かに、このね、まだ何も分かってないからコメントできないっていうのは、それは法律家が言うことっていうのは、まさにその通りなんですよ。はい。だって法律家の人っていうのは、例えば弁護士の人とかはですね、いわゆる自分で弁護士事務所とかを構えているわけなんですよね。ってなった時にですね、やはりその法律家としてそこを逸脱するコメントって絶対できないわけなんですよね。はい。法律家にもかかわらず、まだね、詳細が分かってにもかわらず、あいつは悪い、絶対犯人だとか言ってしまうと、これはですね、法律家としてダメなわけじゃないですか。うん。まあ彼らはですね、そういう風に一生懸命勉強して、弁護士とかのね、 そういうね、資格を手に入れて、そのバッジを胸につけてる人間だから、それはまあ言えないのはしょ当然ですよ。それはそうしょうがない。これは法律家という立場で呼ばれてるわけだから。うん。ただ、それ以外の芸能人の人たちがですね、まだ何もわかってないらコメントしませんは、誰でも言えるねんと。はい <laughs>。すごいな、これ。うん。その上でギャラもらってテレビに出てるんやから、というね。はい。だから、ちゃんとやれと。うん。いや、その通りなんですよね、本当に。うん、その通り。はい。てか、そもそもなんですけども、だったらコメンテーターなんてしょ。うことやんなきゃいいのにって思いますよね、シンプルにね。 って思いませんかって話なんですよ。で、実際問題ですね。それをですね、うまく回避した芸人さんって何人もいらっしゃるわけなんですよ。例えば二人に今ちょっと、ちょちょうどね、えー、ちょっと時間ももうちょっとあるでちょっと喋りたいんですけど、まず一人は誰かっていうと、オードリーの若林さんですね。はい。若林さんって実はですね、以前から何回も何回もですね、コメンテーターのですね、お仕事の依頼がまあ来てるらしいんですよ。しかし若林さんはずーっとずーっとずーっと断り続けてるらしいんですね。で、これなんでかっていうと若林さん役、自分がまともな人間だとは思えないからって言うんですね。はい。まともな人間じゃない自分が世間 様のねそういったですね見られるところでそういった事件についてコメントをするなんてそんなことはできないって思いから絶対にやらないって決めてるらしいんですよ。うん。まあ非常に慎重な方ですよね。はい。でもう一人誰かっていうとキリンの川島さんですね。はい。でキリンの川島さんって昔たちがフジテレビかなんかの帯番組のえー、ねなんかね曜日レギュラーみたいな感じでニュース番組のねなんかコメンテーターやってたんですよ。でその時に、まあ、結構辛い思いしたらしいんですよね。はい。まあ要は まあ、言いたいことも言えないこともあるし、にもかかわらずコメントしないといけないしってことでかなり辛かったらしいんですよ。はい。で、それで、麒麟の川島さんはコメンテーター業を一切やめたわけなんですね。それでお賛成して、こんなんだったらやってっちゃダメだと思ってやめたんですよ。はい。で、その後、何やかんやあってですね、いわゆるその TBS の方からですね、ぜひ帯番組の MC やりませんか朝でって言われたんですね。そして、それで川島さんはどうしたかっていうと、やってもいいですけど、その代わりニュースとか扱うのは一切やめてくださいと。もうとにかく面白い、楽しい、笑える番組だったら私やりますよっていうふうに言ったんですね。そして始まったのが、現在大ヒット 知るラビットなんですよ、はい、朝の帯番組にもかかわらずもうゴリゴリのバラエティをやるっていうですね異色の朝の帯番組「帯番組ラビット!」それはですねまさに川島さんのですね過去のコメンテーターをやった時にねやってしまったその苦い経験から生まれた番組だったわけなんですよね、うん、だからこのように若林さんとか川島さんみたいにきちんと自分が芸人としてタレントとして活動していく上で、ね、えいろんな、ね、ことを考えた上で、ね、やっぱり僕はやりませんコメンテーターのできませんっていうふうに言うのはすごい僕賢いと思うんですよ。うん ねだってやっぱり芸人さんのニュースだって時にあるわけだから、その時に何も言えなくなっちゃったりとかしたらさ、ね嫌じゃないですか。ねだったらそもそもさ、コメンテーターなんてやんなきゃいいでしょって話なわけですね。はい。だからそう考えると、それと比較で、先ほど僕が言ったね、アベマのん、アベマのね、ネット番組のキャスターをやってるね、千原ジュニアさんっていうのは非常に情けないなっていうふうに思いましたね。はい。 はい。だって自分でちゃんとさ、その MC の役をさ、高いギャラもらって、買って出てやってるわけでしょって話なわけですよ。ね。無理やり吉本興業に言われて、嫌だ嫌だって言ってるのにやらされてるわけじゃないわけじゃないですか。ね。自分で選んでその仕事をやって高いギャラもらってるにもかかわらず、ね。そこで松本ひとさんというそのテレビ業界、お笑い業界の人が扱われた時だけ、何も言わないなんて、それはさ、ずるいよって話なわけですよ。ね。だったら最初からそういうさ、MC でこういう仕事が来てるんですけどって言われたら、いや、自分はちょっとやっぱりそういうことについてコメントするの苦手だし、同じ芸人さんがそういう事件になってしまった時に、 なかなかうまく言えないと思うから、だから俺はもうそれはやらないっていうふうに断りゃいいわけじゃないですか。ね、意気揚々と OK しといて何言って、言わないって何なのって話なわけですよね。うん。 はい。だからやっぱ今回の件でですね、その芸能家、芸能人コメンテーターっていうんですか、彼らのですね、評価っていうのは本当に二分に分かれたのではないかというふうに思いましたね。はい。信頼できるコメンテーターと、そうじゃできないコメン、そうじゃないコメンテーターっていうことですね。はい。えー、と、いうわけで,ですね、今回はコメント終わります。この話で,ですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、コメントでしたら是非よろしくお願いします。どうもありがとうございました。